そんなというわけで今月の長間博士の大人のおもちゃよっ、おもちゃ、おもちゃね、おもちゃが暑い中持ってきてくれました。い、うん、暑いのとへばってて、もうなんか俺机でぼーっとしてたんですよ、何にも、もなんかみんな持ってってるし、あと持ってくのにでっかすぎて、バットケーブルとか、そうですね、バットマン電車の中でも気が気じゃないですよね。でかいんでどうしようと思って、あのちっちゃいのでいいですよ。いやでね、なんかちょっとみんなが自分で自分の首絞めに行くからな、みんながね触って、なんかちょっとあ触れる、触って、お触りあり、ええ、今回の壊しちゃうから触っちゃダメみたいなのは、結構ありましたね、あんまりね壊れねえんすよ。ああ、壊したらでも怖いな。でも壊れないです。これまあメジャーすぎるかな、ベタすぎるかな、キャラがな、ベタが分かんないからね、これいいですよ、大丈夫です、大丈夫ですカメラあちらです。比嘉くんちょっと見せてね、もうこのベタすぎる、ベタベタなチョイス、もう今ね、なんかもう飽き飽きしてると思うんですよ、みんなもうこれのニュースばっかりで。なんすかこれは、ザリガニですかアメリカザリガニ近いね、ザリガニ、ザリガニ近い、ヘルボーイ、え、あ、な、名前は知ってます、ね、あれ、なんかちょっと、あのイカがついてますよ、なんかゲソがついてます、尻尾ですあ、そう、尻尾なの、尻尾ですね、イカゲソに見えましたけど、これあの、ヘルボーイ、ヘルボーイはねえ皆さん、ヘルボーイというタイトルは知ってます、ね、ヘルボーイ、僕全く聞いたことないです。さあ、じゃあ説明してあげてください。ヘルボーイ、これヘルボーイっていうのはですね、マイク・ミニョーラって、まあ俺大好きなアメリカンコミックのアーティストがいるんですよね。その人がオリジナルで作ったダークホースコミックスっていうところで発表したヒーローです、1994年じゃない、比較的最近、最近なんですよ。でね、の主人公というか、の主人公、地獄小僧、ヘルボーイ、ヘルボーイに出てくるヘルボーイ、ヘルボーイのヘルボーイくんです。ああ、なるほど、はい。で、このヘルボーイくん、主人公、地獄先生ヌーベー、主人公、地獄先生ヌーベー、うーん、どうかな、ヘル、ヘル、まあね、あ、ヌーベーはどっちの手かい、あれ、鬼の手はどっちだっけな、右、右かな、どっちだっけな、右かい、左か、右だ、ふぐって左か左だとしたら、まあでも、でも確かに地獄先生ヌーベーかもしれません、近い。あのね、あの第二次世界大戦の終わりにね、ドイツが、まあ物語ね、これ、ドイツ、ナチスがね、あのもう負けるなっつってなってきてさ、でちょっとなんかここらで一発逆転っつって、で魔術師に頼んじゃう。で魔術師のラスプーチンってやつが、なんかあの魔法で、あの過去の神様とか地獄の化け物とか呼んで一発逆転だ、アメリカなんか蹴散らしちゃえっつって、で呪文を唱えたんだけど、何らなんか変化が起こんなくて、どうなってんだろうっつったら、全然違うちょっと離れた場所にさ、ちっちゃいヘルボーイが、あ、そうか、大丈夫、これ、でっかくなったヘルボーイ、ヒゲも生えてるでしょ、頭ちょんまげなんだけど、ね、え、頭ちょんまげなの、これ頭ちょんまげでヒゲ生えてる、あのね、マイク・ミニョーラが日本がすごい好きな人で、そうそうそう、日本の文化みたいなのいっぱい、侍とかちょっと妖怪とかそういうのも入れてくれてるんですけど、でね、このヘルボーイ君がピョンと出てきた、異次元から召喚されてきちゃった。それはアメリカ軍が見つけて拾って帰っちゃうの、なんか、あ、なんか可愛いじゃん、敵に、アメリカ軍は、なんかその化け物だってよく知らないで、なんか可愛いやついるなって、保護しちゃうの、で、なんかこいつを保護して地獄から来たからヘルボーイって名前つけようよ、で、アメリカ人に育てられた地獄のその赤ちゃんみたいな感じ、なんかで子供の頃からこの腕がね、右手が石でできてるの、石、こっちの手が、で、これに秘密があるんだよ、これが重要な、まあ映画にもなってる、なってるよ ね、そう、シェイプオブウォーターってこの間ね、あ、シェイプオブウォーター、アカデミー撮りましたよ、はい、あれの監督をやったギレルモ・デルトロが撮ったんですよ、ヘルボーイ、ヘルボーイ、そうなんだ、デルトロ大ファンですよ、ヘルボーイで、マイク・ミニョーラの世界も大好きだから、まあ映画もね頑張っていました。あのちょっと話がとちらかってるんだけど、1本目はね、はい、でも2本目はねかなりよくできてました、で、まあ、このヘルボーイ、味わいどころはどこなんでしょう、味わいどころはね、
これコミックに限りなく近い。かなりリアルにできてます。再現度ってことですか。再現度です。コミック2次元じゃないですか、うん、これを3次元で似てるって思うのはどういうところなんですか。難しいところって、あのね、やっぱりこの撫で方とかね、細かいね、あのマイクミニューラーペンの立ちでピッピッピッって入れるんだけど、うんうん、それをね、こうあの細かいこうスリットのようなものにして、これでも難しそうだね。結構そうするのよ。怖いけど撫で方っていう、そうです、そうです、ギャップがまた、あのね、あのマイクミニオーラが好きなフォルムっていうのがあって、うん、それがね、あのゴリラのフォルム、うんうん、あのなんていうの、こう筋肉があって、なんかなんていうんだろうな、あの本当にあの胸板が厚くて、ゴリラの胴体なんだよ。あのあばらのこの樽みたいに丸い感じとか、ああいうのがね好きで、あと手足がちょっとこうちっちゃい、腕は長めででかくて、で足は細くてちっちゃいみたいな、でガニ股で、でも基本的に本当ゴリラなの、なんかこういうゴリラの体型が好きな人でね。でそれでヘルボーイも描かれてるんだけど、よく頑張って作り上げて、ガニ股っぽい足で、これでよく立ちますね。これでこれね重いんだけど、結構ね、あのこのメズコっていうね、カナダのメーカーが作ってるんですよ。カナダのメーカー、うん、で、よくできてる、うん、よくできてるから、うん、これね、ムシシの1本目とかだったから10数年前じゃない、うん、に発売されてて、俺ムシシのスタジオに飾ってたと思いますよ。虫かご、うん、にあったっていうことは、それより前に買ったってことですね。うん、あの当時に買ったんじゃない。あの当時、まあだから、うん、1990年代の作品を2000年代初頭、まあそっか、そうそうそう、時間的には合いますよね。でフィギュアが出る、あのコミックを再現した公開後ってこと、公開中とか、映画がね、そうかも、あ、映画はね出てた、うん、で映画のフィギュアも出してたの、メズコは。でこのコミック版も出して、あ、そうか、そうなんですよ、デザインちょっと違いますもんね。でね、そうそう、それを、まあ、それも説明しようかなと思って、かなりすげえな、あのね、ちょっと、まあ、今日はね、かなりリアルですよ、これ、まあ、これがまあ映画版、あ、はいはいはい、あ、映画版です。色が違う、なんか服着てますね。あ、服か、もう全部全部違うよ、うん、色どころか、だ足も歪めになってねえし、全部違うっていうわけではない。顔もロンパールマン、うん、あの腕のこの、うん、大きさとかね、うん、違いますね。足がめっちゃ長いですもんね、その辺。まあ、まあね、ちょっとこれはね、メズコのやりすぎたところなんですよね。だけど、まあまあ、まあ許してやるかなぐらいの感じではあるんですけど、これね、うん、比較してみてもらえたらなと思うんですけど、まあよくできてるんです。はい、ね、よくできてるじゃないですか、これ。よくできてるでしょ。で、はい、よく実写化したなという感じでしょ。うん、ね、なんか、頑張ったねみたいな。頑張った。ね、うん、頑張ってる。うん、ね。でね、これあのどっちもいいんです、うん、であのなんかね、この重さとかこのなんかね塊の感じが重みある、うん、そう、アメリカのおもちゃの実はね結構醍醐味でもある。へえ、日本のってやっぱり中を中空にして、まあスカスカでね、そう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 、軽量化したりとかして重み大事、そう、コストを下げたりとかするんだけど、アメリカ人ってちょっとそこをちょっとだけ頭悪いのかな。ね、なんかでかい重いみたいな感じが多いね、うん、で、なんででかいのに重いんだって言われたら、でかいから重いに決まってるでしょっていう感じの会議が成り立っちゃう感じ、わかる？でも確かにそこに存在してる感じってことですよね。質量があるっていうのは、ね、このバカさ加減が俺好きなところではあるんですよ。スターウォーズも、スターウォーズのフィギュア出すぞ、うん、どんなサイズにしますか、うん、これっつったんですよね、本当に、本当ですよ、これ、これかなっつって、これルークで、社長これルークだったろ、このミレニアムファルコンとかどうですか、うん、ミレニアムファルコン、こんぐらいやなみたいな。バカじゃないのっていう。バカですか社長みたいな感じで作ってったのよ、本当に。でもしょうがないじゃん、ルークがこれなんだから。ファルコンがこれじゃおかしいでしょ、だって。
こんぐらいになるねみたいな感じで作っていくアメリカの雑、そう、何を基準にしたのかわかんないんだけど、もう止まれなくなるんだよ。でもやっぱり何か一つ買ったら別のもの買った時にサイズが合うわけですよね。そうクロスメディアですよ今で言う。あ、もう まさにそう、うん、でアメリカ人そこを大事にするんだよ。なるほど。近所の子供が例えばバットマン持ってますね、僕スパイダーマン持ってますって遊びに来た時にバットマンの2倍3倍のスパイダーマンおかしいじゃん。違うね、違う、遊べないんだよ、うんうん、近所の子が絶対強いですもんね、でかい方が。だからなるべく近いサイズで毎回こうね、なんか競合してるわけじゃないんだけど、うん、みんな合わせてる、うん、そしたら子供たちがみんな持ってきて、僕のスパイダーマンのキックだみたいなことやれるんです。で、メズコはね、ちょっとそういう意味で言うと今主流になってるアメリカのフィギュアの大きさとはちょっと違っていて。そうなの？結構よくできてますけどね。ちょっとでかいの。あ、でかいんだ。ちょっとでかいの。これね、6インチじゃないんだ、ね、これでも、まあ、あのズボンのシワとかね、うん、ね、すごい、まあ、かっこいいでしょ。肉体の上から羽織ってるこのピチピチのなんかシャツ感っていうか、ね、いいでしょ。で、うん、こうなんかホルスターちょっと柔らかかったりね、そのかなり凝ってますよ、ね、かっこいい。これね、銃がね、こうやってすげえ銃がちゃんとこう、あ、すごい、国さん大喜びだったりね。そうこれが、ここが補充できる。壊れるとすればここをこうやられたら終わりだね。こっちはできないのか。そっちはできない、そうなんです。あのこれね、実写版だからちょっとそこはリアル。なるほど。この銃にもちょっとね、原作の中ではこう理由があったりするね。へー、うん、あるヒーローからもらってたりとかする、うん、でもちょっと面白い話なんだけど、うん、でね、うん、まあ、これがあってね、これがあってで、まあこれがね、まあヘルボーイが怪人だからさ、ちょっと分かってもらいづらいかなと思って、普通の人間っぽいやつも持ってきました。これもこのヘルボーイのこのシリーズです。そうなの？うん、この人、同一人物？違う。違いますよね。これはね、ロブスター・ジョンソンっていう、コミックの中に出てくる、一応ヒーロー。ちょっと、1930年代にいた。っぽい感じ。そう、うん、昔に活躍してたヒーロー。で、こいつがね、まあちょっと、まあワンフェス行くとこういうのを作ってる人いますけどね。いる？なんかちょっと、スチームパンクっぽい感じのフィギュアで。これね、ロブスターのマークなの。なるほどなるほど。でね、ここ手のところに、ね、いいロブスターのマークがあるんです。ロブスターのマーク、これはかわいい。あ、本当だ、あるでしょ、まあ、あ本当だ、うん、左手だけ、ハサミの、面白い、これをね、ここがね、なんか光んのよ、なんか熱線みたいに。で、悪党だって分かったやつを捕まえた時には、なんかそいつの体にね、ジューッつってこの焼き印を押す。ロブスター犯罪者マーク、そう、うん、俺が倒した、うん、うん、俺の名前を、ね、なるほどなるほど、なんか刻印として、うん、構成できないみたいな感じになってるよね。そう、ちょっとね、やばいやつなんですよ。中二感ありますね。わかるでしょ。ただね、かっこいいでしょ、これもオールスターに銃入ったりとかするんだけど、でね、これがメズコで、こういう風なコミックバージョンも出しつつ、でね、映画がね、映画のヘルボーイが今年は連帯で持ってきましたね、今回は。待ってね、ジップロックいっぱい持ってますね、うん、ジップロックに入ったのそのまんま突っ込んできたの。ないですよね。これご存知ですかね。これも映画をね、見た人は、このサマエルっていう、うわー、何これ。これね、口も開くしね、うわー、これ、ね、爪もね、これ、ね、うわ、何その爪、すごいね、これが武器なの。ちょっとカメラに見せてあげてください。え、うわー、サマエルだよ。いや、そんな可愛い子こんにちは、そんな可愛い子これ、うん、キャラこういうね、まあ地獄の犬みたいなやつなんですけど、なんか神官がすごいですね。なんかこいつね、すごいラピュタのなんか王みたいな、うん、これ背骨もすごいでしょ、うんうん、うわね、あ、ちょっと柔らかさ違う、柔らかいんですよ、これ映画の中じゃ結構メインの敵なんです。比較似合ってるよ、うん、どういうことですか。似合ってます今。口の中もちゃんと歯があるでしょ。ありますね。でね、このタオルを巻いてると比嘉さんがこれを作ってる職人みたいな。比嘉さんが、そう、最終確認してる人みたいな。フィギュア好きのラーメン屋みたいな。今これいいでしょ。すごい、これ、ね、かっけえ。で、これね、これこの敵感すごいな。そう、このほらね、ちゃんと合わせて、このでかいサイズも合う。でかい、このね、
ヘルボーイ対サマエルができると。これね、これ触ってみ、見て、見て。触っていいの？うん。触っていいの？触りたい。みんなに触って。サマエル。これ2体セットの方がいく。重。いや、今日のは重いですね。ちょっと臭いかな。大丈夫です。すげえな。あの、ね、怖いよこれ。いやー怖いわ。家に置いとくの怖いよ。よくできてるでしょ。まあ、OK。動きもいいですね。そう、いいでしょ。これ、あのロンパールマンタイができる。正しい持ち方何なんですか、これ。正しい持ち方なんか、あのね、足こうやって掴んじゃうんですけど。それね、マニアックなところに行くね。へー。あのね、持ち方って、実はね、おもちゃを好きな人たちはね、すげーこだわってると思います。あ、そうなの。やっぱ人によって違うの、ね、うん、必ず、多分、その自分が好きな持ち方を1回やるはずです。好きな持ち方、うん、俺はね、あのこういうのが好きなんですよ。へー、分かります？なんか手のひらに入ってるみたいな、はいはいはい、やつをわざとやるんです。赤子をあやすように、なんかね、手のひらに入るみたいな、その遊べるようになってるかどうか、コピーみたいなのがやっぱ当時多かったんで、君の手のひらにとか、手のり、君の手にとか、はいはいはい、っていうの多かった。超合金もそうだし、ミクロマンもそうだし、はいはい、みんなね、だからこう子供たちがこう手に持ってるみたいな絵があったんですよ。だから俺はこれが好きで、でも箕輪さんってやっぱコレクターの方とか、箕輪さんはもうなんかこうガシって持ちたいって言って、銅をこう持つみたいなのがいいから、こう持てない人形はあんまり好きじゃないです。なるほど。はあ。ザリガニ捕まえましたみたいな感じにしたいと。これザリガニだけどね、確かに。ロブスタージョンソンね、うん。でもそう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 。なんかそういうこう、なんかこう、なんだろうな。この重さとか塊感みたいなのが、結構ね、あの重要なんです、うんうんうん。重要なの。なんか、ちま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 あんま触ってたくないみたいなのが、うん。アメリカのおもちゃは特にある。ガッガッっていう。うん。だから、YouTube とかでアメリカのコレクターが自分のコレクションをこう紹介する番組とかあるんだけど、わざと投げるんだよ。あれめちゃくちゃ気持ち分かるんだよ俺ら。へー。こうやって投げるんだけど、ソファーの柔らかいところなんだよ。あまあまあ、あこれねみたいな、これあのほらこうやって、これロブスタージョンソンね、バンって投げる、あれが気持ちいいんだよ本人は。おもちゃ、おもちゃをこう扱ってる。おもちゃだろだって。でも本人は傷ついたらってなる人なんだよ、コレクターだから。なのにわざと柔らかいところにこうやって放り投げる。ちゃんとジャンクとしては使うってことですね。そう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 。俺はこんなもの何とも思ってねえんだよ、これはおもちゃなんだよ、うんうん、感じのことをやって遊んでる人もいるっていう、うん、これね、銃もね、ちゃんとほら銃口穴開いてるしね、素晴らしいでしょ。穴開いてる、面白いでしょ。これ見て見て、これバラバラでいくよりこうセットの方がいいでしょ、ね、じゃあこれ似てる2人はセットの方がいいんじゃないですか、これ実写版。コミック実写どん。こだわりがやっぱこれもね、どう回したい。じゃあいいよ、君の好きでいいよ。じゃあもう、うん、コミックサイド、コミックサイド、うん、実写映画サイド、ヘルボーイ。なるほど。これぐりぐり動かしても全然なかなかの存在感、あの曲がらない方向に曲げない限りは大丈夫です。あれ気持ち悪いな。これは何ていう紹介のにすればいいんですか。ヘルボーイシリーズ、ヘルボーイ、メズコ社のヘルボーイフィギュア、メズコ社、うん、ですね。でね、でっかいやつとかもあって、18インチぐらいのかな、ヘルボーイとかもあるんだけど、そんなに、うん、さすがに手が出なかった、これはでかすぎて。でもちっちゃいやつは好きで、そうなんか写真とかも撮ってください、ね、なるほど、うん、なんか可愛いでしょ。で触ったらなんかアメリカのおもちゃ好きかもって思ってもらえるかもしれない、うん、なかなかの存在感ですよ。そう、このなんて言うんだろう、あの材質の感じとか重さ、うん、うん、で尻尾もクリクリクリってやるとなんかいろいろこういろんな方向に、この質感の美少女フィギュアだったら俺間違いなくハマってますね。ああ間違いなくハマってますね、うん、サメ肌でもいいんで別に。サメ肌じゃないですか、ちょっと。まあ、ちょっとサメ肌じゃないですか。サメ肌というか、うん、ちょっとよくわかんない、ゴワゴワしてる。ちょっと待って、どの部分がゴワゴワしてる。制服とか、いや別に全体的に鼻もだからっていうのは、今もうほんとトークのように使わないと、もう触れねえって、もうヒラーフワーみたいなやつでしょ。そうそうそう、だからちょっとデート連れ出せないんですよ。
ポケットにガッて入れて、そう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 、まあ、ポケットに入れるか、まあでもいいね、それもでしょで、こっから顔出すみたいな感じでね、あれだよ、達夫の場合は車に乗るときに、うん、車に乗るときに助手席に放り投げて乗るって、ああいいね助手席にそのフィギュアバー放り投げて乗ってほしいね、あいいね、そうそうそう、ドライブそこよ、うん、それそれ、うん、それをね、あのね、結構映画の中でたくさんやってくれてんの、なるほど、あのウィル・スミスがね、やったね、なんかあの貧乏な親子が何でしたか、教会に最初恵みでもらいに行ってんだけど、なんか一発逆転で社長になっちゃうみたいなやつがあんの、うんうん、幸せのなんとかみたいなやつね、あれの男の子はキャプテンアメリカのミゴ社っていう昔出してたの服を着たね7インチぐらいのフィギュアをボロボロなの持ってる、うん、そのキャプテンアメリカこう持つんだよね映画の中でアメトイ持ってる人の話ですよね。そうそうそう、うん、映画の中の男の子チェックしてるわけですね、そこね、うん、でもその子がね落としちゃうんだよ、うん、キャップを。でキャプテンアメリカがっつって、パパキャプテンアメリカがって言ってんのに、なんかお父さん余裕なくて置いてっちゃうみたいなシーンがあって、だから道の上にこうキャップが転がってるシーンがある。泣ける泣けるそれだけで泣けるフィギュアフィギュアかわいそうみたいなフィギュアのキャプテンみたいな、もうフィギュアね、だってシールドもないっていう、愛されまくった感じがたまんないわけですね。自分の子供の頃をこう重ね合わせてみたいな。そうで、キャプテンアメリカのシールドがないってもう決定的でしょ。決定的、もう丸裸みたいな。キャプテンじゃないですよ、うん、そう、シールドがないとお前誰なんだよって話でしょコスプレおじさん丸腰かってなるでしょ、でこのね、キャプテンアメリカのシールドネタは今放送してる、放送とか見ることができるのはネットフリックスの中にあるね、ジェシカ・ジョーンズっていうコミックの、まあ、ヒロインのドラマがあるんですよ。ちょっと大人向けなんですけどね。その中でやっぱ男の子が出てくるの、メキシコ人の。その子はキャプテンアメリカ大事にしてる。ちゃんとキャプテンアメリカのシールドがなくなったから自分で作り直したんだみたいなシーンが。へーすごい。でマグネットをつけて、ほらっつってマグネットで手につくようにしたんだって、これのこっちの方が本物らしいだろうみたいなシーンが。ああいいや、胸熱。それは熱いですね。キャプテンアメリカのシールドをなくす、うん、自作するってもうドラマできちゃうみたいな感じ。もうそこにドラマがあるっていう。そう。もう号泣ですねそれは。号泣でしょ。泣いちゃうね。その感じ、その感じを触ってもらえるとわからないか。うん、その感じまではわかんないですけど。いやでもね、これだけなんか頑丈そうだったら。うんうん、一日中触ってると思うでしょ、グリ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 やって、うんうん、ね、でこんな風に立たせたらどうかなとか、うん、でいろんなポーズ変えたりとかできるじゃない、うん、まあ、結構楽しめる。ちょっと猫と戦えそうですもんあの猫って必ずこうやるから。やりますね。その時に日本のフィギュアだと確かにもう全く反応しないけど、彼らだったら頑張りそう猫にちょっとグッて踏ん張ってくださいまたね、それその達夫はヘルボーイのこと全く知らないと思うけど、はい、ヘルボーイは大の猫好きだから。なるほど。猫大好き。コミックでも映画で、映画が一番、映画の中なんてさ、うん、自分の部屋の中にもう大量の猫がいて、うん、猫の餌の方が場所取ってる。なるほど。シーンがある。猫大好き。ああ、じゃあうちの猫とね一緒にね。でもこれ翻弄されるじゃない。自分より体がでかい猫に。ガンガンやられるんでしょ、うん、猫はやめてほしいけどな何社でしたっけこれは。メズコ。メズコ社。メズコ社なんかマークが気持ち悪いんだよね。なんかマークが気持ち悪い。メズコ社の蜂みてえな、なんか変なね。ハドソンみたいな。ハドソンハドソン、なんかあれバグってハニー。バグってハニーじゃない。そうか、バグってハニーだからか。バグってハニーのあのあっちじゃない方よ、うん、あっちじゃない方、あっちじゃない方、うん、あのなんだっけ、高橋名人みたいになっちゃうんだけど、高橋源人かじゃなくて、なんていうの、顔が蜂で、なんかすげえ怖え SD キャラみたいなのがメズコのマークになってる。パッケージ持ってこなかったからね、今日、うん、ああ、そうですね、要チェックです、うん、はい、これはね、いいでしょ、メズコさん。というわけで長間博士、今月の大人のおもちゃはですね、メズコ社の、ヘルボーイ。なんで今ヘルボーイ、まあなんで今ヘルボーイかというと、ヘルボーイの企画が上がってるんで、また。なるほど。映画化のね。だからそれもあってちょっとみんなにヘルボーイ思い出してほしいな、忘れないで、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。